おい、ミサ。日用品の買い出しを楽しんでいると背後からそう声をかけられる。振り向くとそこにいたのは勇気だった。嫌な相手に会ったなと私は素直に表情に出す。そんな顔すんなよ、結婚してたんだな。よかったな、なんて自分がしてきたことを棚にあげて人ごとのようにそう言ってくる勇気。そういえばデリカシーのないやつだったと私は大きなため息を漏らした。そんな私を気にもせず勇気はじろじろと私たちを見る。それにしても、そしてミチアの服装をじろじろと見てにやりと笑い勝ち誇った顔をした。俺の嫁は美人でジョイだぜ、お前の旦那は貧乏くさいな。すっかり見下した態度の勇気は服装をバカにしながらヘラヘラとしている。するとミチアはにっこりと爽やかな笑顔で口を開いた。ああ、じゃあ彼女は首で。え？ポカンとした表情の勇気を無視してミチアは私の手を握って歩き出した。報いを受けさせてあげようね。うん、ありがとう。そうして私たちは過去を清算することを決意したのだった。私の名前は小泉美沙、45歳の専業主婦だ。現在夫の道也と二人暮らし。平平凡凡な私だが手芸は得意な方だ。そんな私の人生は実は2周目。もちろん転生とかそういう非現実的なものではない。一度婚約破棄をして、それから道也と出会い結婚をしたから2週目であるという意味だ。道也とは離婚後に知り合い、向こうからのアプローチで交際し再婚に至った。とても物静かで優しい男性で、私は再婚してよかったと心から思っている。対して1回目の婚約破棄した相手とは結婚しなくてよかったと思っている。婚約破棄の理由は相手の浮気。元婚約者の勇気は小さい頃からの幼なじみだ。勝ち気で上昇志向の強い勇気は平平凡凡の私をバカにすることが多かった。それでも私をからかってくる男子から守ってくれることも多く、頼れる存在でもあった。家が隣同士だったこともあり、小中高と一緒だった私たちが交際を始めるのは成り行きとしてはあまり不思議ではなかった。両親同士も仲が良く、私たちの交際に対して大賛成で協力してくれていた。そのため結婚の話も早くから出ており、大学卒業後すぐに私たちは同棲を始める。しかし同棲しているうちに勇気の嫌なところがだんだんと増えていった。おい、さっさと飯を作れよ。ごめん、今帰ってきたところだから。本当お前はとろいな。もういい、外で飯食ってくる。あ、勇気。当時私は働いていて勇気よりも帰りが遅かった。しかし勇気はそれをよく思っていないらしく、帰ってくるたびに無理難題を押し付けては勝手に外に行ってしまう。会話も成り立たない中での同棲生活はとても辛いものだった。それでも私は勇気と結婚すると決めているため、どうにか会話の糸口を探していた。ねえ、久しぶりにピクニックでも。一人で行ってろよ。じゃあ映画は？今気分じゃない。どれだけデートに誘っても勇気は全く私の話を聞いてくれないどころか、私の提案を全て却下してくる。私はそれが悲しくて、だんだんと話しかけなくなってしまった。するとそれをいいことに勇気は帰宅時間が遅くなっていく。お酒飲んできたの？お前に関係ないだろ。関係ないって、私たち結婚するんでしょ？珍しく言い返すと勇気は面倒くさそうに頭をかきながら衝撃の言葉を口にする。お前との婚約失敗したな。え？だってお前
何も取り柄ないじゃん。ユウキはそう言ってニヤニヤとこっちを見てきた。私は唖然としながらユウキを見つめる。大して可愛くもないし、スタイルも普通、仕事が抜群にできるわけでもない。それに家事もか、とにかくへーへーボンボン。それはそうだけど、でも。私の言葉を遮って、ユウキはさらに続ける。変に親が仲いいせいでお前とも別れられねえし、ほんと貧乏くじ引かされたよ。そんな言い方。うん、黙ってろって。ユウキはそう言って勝手に話を終わらせると、寝室に入って鍵を閉めてしまった。 1LDK のため寝室は一緒だ。入れないことには布団もない。開けて。私は何度も部屋に向かって声をかけたが、寝室からはユウキのいびきが聞こえてくるだけで起きる気配はない。結局私はリビングのソファーとタオルケットで夜を明かすことになったのだった。それから2ヶ月経つ頃にはユウキとの会話はほとんどゼロになっていた。もうこれ以上関係を続けることはできないな。私はなんとなくそう思っていた。幸いまだ結婚前だし、私は働いている。少し負担は大きくなるが、引っ越しもできる。私は毎日賃貸情報とにらめっこしながら、ユウキから別れを切り出されるのを待っていた。しかしユウキは一向に別れ話を切り出さない。それどころか実家に行くと必ず私をベタ褒めするのだ。本当ミサには助けられっぱなしで、部屋も綺麗だし、飯もうまいし、俺本当に幸せだなって思うよ。こっちこそ、ユウキ君と結婚してくれたらって子供の時から思ってたから嬉しいよ。ミサはぼーっとしてるからね、守ってやってくれ。ユウキと仲のいい父はそう言って豪快に笑った。私はそんな光景をしらけた目で見ていた。母もユウキに対しては全幅の信頼を寄せている。この家に私の味方はいないのか、そう思うほどにユウキは周りを味方につけていた。このままユウキと結婚するしかないのか。私は絶望的な気持ちでいたが、そんな時急に転機が訪れる。なあ、別れてくれ。え？ある日いつも通り台所を掃除していると、お茶を飲んでいたユウキが口を開いた。久しぶりの会話で別れを切り出されたため、私は返事に詰まる。それでも承諾しようとするが、ユウキが続けた言葉に私は絶句することになった。1ヶ月前の合コンでさ、可愛い子捕まえたんだよ。25歳の女医、彼女と同棲するから出てって。ユウキが何を言っているのかよくわからなかった。私と別れなかったのは次の相手がいなかっただけだからだそうだ。ユウキ曰く、俺家事できないし、相手いないと家賃とかも困るだろというのが理由らしい。ひどい。は？別にいいだろ。ああそうだ、来週には彼女引っ越してくるから、さっさと出ていけよ。そんな、いきなり無理よ。私が声を荒げると、ユウキも負けじと声を張り上げる。うるせえ、お前がトロいのが悪いんだ。出ていくまでは家事もサボるなよ。いいな。ユウキは私を睨みつけた後、誰かに電話をかけながら外に出ていく。残された私はただ呆然と立っていることしかできなかった。それから私は身の回りのものをまとめて実家に帰った。両親ははじめ、私が何か怒らせたのか喧嘩したのかと思っていたそうだが、私の話を聞いて怒ってくれる。そして両家での話し合いが設けられた。当日義実家に現れたユウキは見知らぬ女性を連れてくる。私も両親も義両親でさえもポカンと彼女を見る。すると彼女が勝ち誇った顔で自己紹介を始めた。はじめまして、あかりと申します。ユウキさんとは結婚を前提にお付き合いさせていただいております。結婚？はい、
そこの女性とはすでにお別れする予定ですよね。何も問題はないと思いますが、いかがでしょうか。あかりはそう言うと私を見て鼻で笑った。まるで自分が勝ったのが誇らしいとでも言いたげだ。いくら温厚だと言われていたって私も人間だ。怒りもする。勇気は私とお付き合いしてます。婚約もすでにしています。あまりに失礼じゃないですか。それが何か。だって別れるんでしょ。ああ、慰謝料ですか。いくら欲しいの。そういうんじゃありません。あまりに失礼な言い方に私は声を張り上げた。そんな私を擁護するように義母が明かりを睨みつける。私は反対よ。娘同然のミサを傷つけるなんて許せないわ。勇気もあなたも今後一切私たちに関わらないで。母さん、いいんだな。こいつは女医だぞ、金持ちだぞ。勇気はそう言って明かりを指さした。義母はそんな勇気を心底呆れた目で見てため息をついた。すると義父も静かに話に加わる。俺も同じ考えだ。金持ちだろうがどうだろうが変わらん。今後一切の交流を断たせてもらう。ああそう、じゃあ老後はもう助けねえからな。勇気はそう怒鳴ると明かりの腕を引いて帰っていった。残った私たちは勇気の姿が見えなくなってから義実家の中に入る。義両親はリビングで座るなり頭を下げてきた。この度は本当に申し訳ない。勇気パパたちが悪いわけじゃないから謝らないで。私と両親は何度もそう言って義両親の頭を上げさせた。そしてこれからも付き合いを続けようと話し、婚約は破棄。勇気は感動されることが決まった。義両親は私が義理の娘にならなかったことをとても残念に思ってくれる。家族にはなれなかったけど、これからも頼ってちょうだいね。そうだぞ、慰謝料もきっちり払わせる。何でも言ってくれな。義両親の言葉に感謝して、私は人生の再スタートを図ることになる。翌週には勇気とあかりから慰謝料が振り込まれていた。二人からもらった慰謝料が思ったよりも多額だったのもあり、実家に居続けるのをやめて転職して遠くに引っ越すことに。引っ越し代としてそれを使ってもまだ引っ越した先でゆっくり職探しができた。そして勇気との別れから2ヶ月後、私は新しい職場で仕事を始める。そして2年が経過した頃、夫となる道也と知り合った。私の職場は医療機器を取り扱う会社で、道也はその取引先の息子だ。きっかけはたまたま行きつけの店が同じだったこと。私はコーヒーを飲みながら小物を編み、道也は本を読んでいた。互いに干渉し合わないその関係が変わったのは、道也が話しかけてくれたからだ。あの、何作ってるんですか。え？突然話しかけられたことに驚いたものの、それ以降少しずつ話すようになり、仕事の関係性もあることが分かった。さらにお互い名前に美しいという漢字が入っていて、そのことでも話が盛り上がった。トントン拍子で私たちは交際を始めた。そしてその2年後に両親に紹介し、私たちは結婚することに。一生幸せにするから。うん、よろしくお願いいたします。幸せの絶頂で私たちは新婚生活を楽しんだ。と言っても派手なことをするわけではない。私は仕事を辞めて専業主婦になり、家事をする毎日。道也は仕事をしながらも家事を手伝ってくれた。ミサ、疲れてない？今日は俺がやるからゆっくり休んで。そう言って休日には食事の支度から洗い物まで全てやってくれる道也に、私は感謝の気持ちでいっぱいだった。そして結婚して5年目、私たちは家を買うことに。偶然ではあったが、道也の実家と私の実家のある町は隣同士だった。何度も道也とも相談して、
私たちはちょうど互いの実家の中間地点にある家を購入。そこはスーパーなどもある住宅街で、閑静な雰囲気が私たちにぴったりだった。そして引っ越しも落ち着き、休日に私たちはスーパーに足を運んだ。ミサ、パエリア好きだよね。作ってあげるよ。本当？ありがとう。ミちゃんのパエリアは絶品だ。私はウキウキしながらスーパーの食材を見て回り、ついでに日用品のコーナーに向かう。おい、ミサ！日用品の買い出しを楽しんでいると、背後からそう声をかけられる。振り向くと、そこにいたのは勇気だった。嫌な相手に会ったなと、私は素直に表情に出す。そんな嫌な顔すんなよ。結婚してたんだな。よかったな、なんて自分がしてきたことを棚にあげて、人ごとのようにそう言ってくる勇気。そういえばデリカシーのないやつだったと、私は大きなため息を漏らした。そんな私を気にもせず、勇気はじろじろと私たちを見る。それにしても。そしてミチアの服装をじろじろと見て、にやりと笑い、勝ち誇った顔をした。俺の嫁は美人で女医だぜ。お前の旦那は貧乏くさいな。すっかり見下した態度の勇気は、服装をバカにしながらヘラヘラとしている。するとミチアはにっこりと爽やかな笑顔で口を開いた。ああ、じゃあ彼女はクビで。え？ポカンとした表情の勇気を無視して、ミチアは私の手を握って歩き出した。報いを受けさせてあげようね。うん、ありがとう。そうして私たちは過去を清算することを決意したのだった。翌日、私のスマホに登録のない番号から電話がかかってきた。私は別室にいたミチアに声をかけてから電話に出る。電話の相手は勇気だった。おい、どういうことだよ。何が？あかりが本当にクビになってたぞ。勇気は電話の向こうで声を荒げた。しかし私は全く動じない。その様子を感じ取った勇気は、声を苛立たせながらまた怒鳴った。お前んとこの旦那どうなってんだよ。そこで私はミチアの職業を教えてあげることにした。深呼吸を一度して私は口を開く。だって彼はあなたの奥さんが働いている病院の委員長ですもの。え？委員長？勇気は私の言葉を繰り返した後沈黙する。しかし数秒後、いきなり大笑いを始めた。嘘も大概にしろよ。嘘？だってあんな安っぽい格好の男が委員長なわけないだろ。そう言った勇気に今度は私が大笑いした。安っぽい？あれ超高級ブランドの服だけど。え？勇気の間抜けな声が私の耳に届く。確かにミチアはシンプルな服を好んで着ている。だからといって安物を着ているわけではない。実は一点物のオーダーメイドの T シャツだったり、超高級ブランドの限定品だったりするのだ。対して勇気は昔からブランド物が好きというよりは、有名ブランドにしか興味がないといった人間だ。そのため勇気はブランドのロゴが大きく配置された服を好んでいた記憶がある。だからミチアの服を見てロゴがない、つまりノーブランドだと判断したらしい。しかしあの日ミチアが着ていたのは一点物のオーダーメイドだ。それを安物だと判断するなんて目が肥えていないと自分で言っているようなものなのだ。彼が着ていたのは一点物の高い服よ。見る目ないのね。は？見え張るなよ。デザイナーの名前知らない？私がデザイナーの名前を口にすると勇気は絶句する。そのデザイナーは一点物しか作らず、その作品は一着100万円以上にもなると言われているのだ。え、嘘だ。あんな安っぽそうな男が。だから委員長なんだってば。
小泉道也っていうのよ。名前なんて好きに名乗れるだろう。あくまでも私の嘘だと言いたいようで、ゆうきは声を張り上げてくる。そんなゆうきに対して私は冷静に答える。じゃあホームページ見てみなさいよ。顔出てるから。騙してたらただじゃおかないぞ。ゆうきはそう言って電話をつなげたままホームページにアクセスしたようだ。そしてひっと小さく悲鳴を上げた。本当にお前の旦那院長だったのか。だから言ったじゃない、そういうことだから。おい待ってくれ。何？ゆうきが引き止めてきたため私は仕方なく聞き返す。するとゆうきは猫なで声で話し始めた。院長の妻ならさ、あかりの解雇取り消させてくれよ。ほら幼なじみで元彼のお願い聞いてくれるだろ。あまりに自分勝手なお願いに私は怒りを通り越して呆れてしまった。どこの世界に元婚約者の浮気相手の解雇を取り消すように自分の夫に頼む人間がいるというのだろう。私ははっきりと拒絶を口にする。無理よ。そもそもうちの人は支援で人を解雇するような人じゃないわ。じゃあまあたまたま昨日のがきっかけだっただけで、あなたの奥さんにも解雇される理由があったのよきっと。私の言葉に勇気は電話の向こうで呆然としているようだ。私はそんな勇気を無視して電話を切った。隣ではそばで聞いていた道也が優しくうなずいてくれている。そんな道也に笑いかけながら私は勇気を着信拒否に設定した。数日後、久しぶりの人物から電話を受ける。私はその電話の内容に苦笑いしてしまった。わかりました、話し合いの場を用意するね。それだけ答えて私は電話を切る。そして道也に訳を話して話し合いの場を設けてもらった。勇気とあかりには郵送で日時を記した書類を送る。道也のところには何度かあかりから電話が来たようだが、道也は一度も電話に出ず、ただその着信履歴を記録に取っていた。話し合いの時まであんまり外出をしない方がいい。買い物は俺が行くから。うん、分かった。理由を何度尋ねても道也は教えてくれない。ただ道也のことだから何か理由があるのだろうと私は道也を信じて家にいることにした。そして当日、私と道也は先に指定した料亭に向かった。勇気たちは時間ぴったりに部屋に入る。あかりは部屋に入って私を見た途端なぜか勝ち誇った表情をした。それでは話し合いを始めましょうか。すみません委員長、今日は私の解雇撤回についての話し合いですよね。あかりが道也の話を遮るようにして今日の議題を突っ込んできた。道也は表情を変えずにそれを無視して今日の本当の議題を話し始める。今日は勇気さんからミサへの、そしてあかりさんから私への付きまといを今後一切禁止する旨の話し合いです。ちょっと待て、俺がいつ付きまとった？それになんであかりまで？勇気はそう言ってテーブルをドンと叩いた。コップの中の水が揺れてテーブルを汚す。部屋の中はシーンと一瞬静まり返った。先に口を開いたのは道也だった。そのままですよ。あなた最近うちの家の近くをうろちょろしてたでしょ。何のことだ？防犯カメラに映ってました。今朝もいましたね。私はそれを聞いて驚いてしまった。道也の話によると、私との電話の後から勇気は我が家の周りをうろちょろとしていたそうだ。我が家は結構大きくて目立っていると思う。だから勇気も我が家を突き止めやすかったのだろう。それを説明し終えると同時にあかりが怒りをあらわにした。どういうこと？昔の女の周りうろちょろしてたの？違うんだよ、これには深いわけが。どんな理由があるっていうのよ。
そういうお前だってミサの夫につきまとってたってどういうことだよ。勇気からの反撃にあかりは気まずそうに目をそらした。するとミチアがまた説明を始める。勝手に私の愛人だと名乗ったり、車に乗り込もうとしてきたり、お弁当を作ってきたり、何度やめろと言ってもやめてもらえず、とても迷惑だったんです。は？弁当は同僚に頼まれて作ってるって、おい、あかり、どういうことだよ。勇気があかりの両肩を持って揺さぶる。あかりはすっかりふてくされた顔で私を睨みつけてきた。奥さんが勇気の元婚約者だって知って、私の方が頭もいいし綺麗なのにって思ったの。あんたよりも院長のが金持ちじゃない。浮気しようとしてたってことかよ。私の勝手でしょ。身勝手な理由で喧嘩を始めた二人を私たちは呆れた目で黙ってみる。二人は数分言い合いをしてようやく一段落ついて黙った。それでも肩で息をしながら互いを睨んでいる。とにかくお二人ともつきまといはやめていただきたい。今回の解雇はあかりさんが俺につきまとった挙句職務を放棄していたことがきっかけです。でも私真面目に働いて、ほとんどの仕事を新人に押し付けていたのに。ミチアの言葉にあかりは真っ青な顔で黙った。どうやらミチアの愛人になっていい思いをしようと医者としての仕事を周りに押し付け、ミチアの後を追いかけていたらしい。勇気を奪った時と同様に平平凡凡な私からミチアを奪うのはとても簡単だと思ったのだろう。私は怒りが湧いてきた。悪いけどミチアは勇気と違って外連れやお金だけで判断したりしないわ。私の言葉にあかりは真っ赤な顔をしながら睨みつけてくる。そんなあかりに追い打ちをかけるようにミチアも私の言葉に続いた。あなたがどれだけ綺麗だろうとお金持ちだろうと、ミサの心の綺麗さには遠く及びません。天地がひっくり返ってもあなたとどうにかなることはありません。そんな。プライドをひどく傷つけられてあかりはしくしくと泣き出した。そんなあかりの背中をさすりながら勇気がこっちをにらみつけてくる。先ほどまで喧嘩していたくせに大した絆ね、なんて嫌味を言いたくなるが、私はぐっとこらえた。すると勇気が口元をゆがめて嫌味を言ってくる。心が綺麗とか言ったって、あかりや俺のこんな姿を見て喜んでいるんだろ。どこが綺麗なんだか。勇気の言葉にミチアの口がひくっと動く。ミチアが怒りを感じた時に出るそのくせに私は苦笑いした。そんな私の横でミチアは笑顔を作って口を開く。勇気さんこそだいぶ悪どいところからお金を借りているそうですね。なんでそのことを。つきまといが確認できた時に調べさせていただきました。ミチアはそう言ってバッグから書類を取り出した。そこには勇気の借金の額、そしてどこの金融機関から借りたのかがこと細かに書いてある。借金ってどういうこと。あ、いや、これはその。あかりも借金について知らなかったようで唖然として勇気を見ている。ゆうきさん、半年前にリストラされてますね。借金の理由は職を失ったことを隠すためですか。なんでそこまで。違うんだ。ゆうきは慌てて否定したが、もう時すでに遅しだ。あかりは真っ赤な顔をしてゆうきを睨んでいる。リストラってどういうことよ。あんた仕事してなかったの。じゃあ今までの生活費とかも全部借金ってこと。お前が悪いんだろ。金遣い荒くて給料は高くてもほとんど使い切るんじゃないか。また言い争いを始めた二人を呆れて見ていると、私のスマホに着信が入った。もしもし。うん、一番奥です。来たの。ええ、来たみたい。私の声と同時に個室のドアがノックされる。そして
ドアが開いた向こう側にいた相手に、ユウキは目を見開いた。父さん、母さん？そう、私に電話をかけてきたのは、ユウキの両親、つまり元義両親だった。今回の騒動を私の両親づてに聞いた元義両親は、私に謝罪の電話をかけてきてくれた。そして、同時にやりたいことがあるから、話し合いの席を設けてほしいと言われたのだ。元義両親は、ユウキをきっと睨みつけると、席について書類を一枚取り出す。今日は、これを書いてもらいに来たの。なんだよ、これ。ユウキは書類の文字を読むなり、顔を真っ青にした。それもそのはずで、書類に書かれていたのは、遺産放棄をする旨の文章だったのだ。遺産放棄って、じゃあ家は、貯金は、どうするんだよ。全部、ミサちゃんに継がせるんだよ。は？なんで？声を荒げたユウキに対し、元義父も同じように声を荒げる。当たり前だろ。お前になんて残せるか。ミサちゃんは、結婚式にも呼んでくれたし、誕生日のお祝いもしてくれているんだ。お前は感動されてるんだから、相続の権利なんてない。元義父の言葉に元義母も大きくうなずいている。ユウキは真っ白な顔をして固まっていた。どうすんだよ、借金あんだぞ。遺産で返そうと思っていたのに。その甘えた考えは捨てろ。元義父がとどめを刺した瞬間、ユウキはその場にがっくりとうなだれた。その横で、あかりも同じように真っ白になっている。どうやらお金がないのは本当のようで、これからどうすれば、とつぶやくのが聞こえた。そうだ、ミサ、俺と結婚してくれ。はあ？数分の沈黙で、もう話し合いも終わりかと思っていると、急に、ユウキがそんなことを言ってきた。交際していた10年以上前なら嬉しかった言葉も、今となっては、ただ気持ちが悪いだけだ。私は、はっきりと拒絶する。絶対に嫌。そもそも、私もミチアと結婚してるし、あなたにはあかりがいるでしょ？しかし、ユウキは諦めない。すがるような目をして、さらに懇願してくる。頼むよ。なあ、幼なじみだろ？お願いだから助けてくれよ。お前と結婚すれば遺産が入って、借金返せるんだよ。呆れた。最後まで、金、金、金。子供の頃から一緒だったため、多少の情は残っていたかもしれないが、それももう完全に消え去った。私は、にっこりと笑ってみせる。すると勇気は、それを都合よく解釈したのか、嬉しそうに笑った。それは、子供の頃から見てきた純粋な笑顔からかけ離れた、欲望だらけの笑顔だった。ああ、私が好きだったあの頃の勇気はもういないんだな。私はようやく過去に区切りをつけられたような気がした。もう情も一切残っていない。私は笑顔を崩さないまま口を開く。絶対に嫌。あなたと結婚するなんてヘドが出るわ。なあ！それに私今とても幸せなのだから、二度と私に近づかないでね。ここまではっきり拒絶を受けたことのなかったユウキは、私を見つめたまま呆然としていた。そんなユウキに催促するように義父がペンを渡す。ユウキはそのペンでサインをすると、ふらふらと個室から出ていった。あ、ちょっと。あかりもそう言って個室を出ていく。ようやく終わったと一息ついて、私は店員さんに合図をした。するとたくさんの料理が次々に出てくる。今日はありがとうございました。たくさん食べていってね。元義両親たちはとても嬉しそうに料理に舌鼓を打っていた。私とミチアもそれを見ながら食事を楽しんだのだった。その後、ユウキとアカリは離婚したらしい。アカリの解雇は撤回されず、別の病院で働こうとしたそうだが、どうやら悪評があちこちに広まっていたようで、どこも雇ってくれないと聞いた。もともと金遣いの荒いあかりは、貯金などあるはずもなく、
今はブランド物を売ったりバイトしたりしながらどうにか食いつないでいるらしい。ただ元々の高飛車な性格が災いして一箇所に長くはとどまれないのだとか。勇気はあの後忽然と姿を消したようだ。大方借金返済のために漁船にでも乗っているのかもしれないし、海外に出稼ぎに行かされているかもしれない。どちらにせよ自業自得だし、もう私には関係のないことだから興味もない。時折元義両親のところに入金があるそうだから多分生きてはいるのだろう。縁を切ったとはいえたった一人の息子だ。生きているかどうかだけは時折知らせてあげてほしいとは思う。元義両親は私に生前贈与でほとんどの財産をくれた。私はそこから元義両親が過ごしやすい施設の入居料を出した。元義両親はそこを自分たちで出すと言っていたが、もらってばかりでは性に合わない。少しは恩返しをさせてほしいとお願いした。そして悩んだ結果、高級老人ホームに両親と元義両親の4人分の部屋を確保。今はまだ隣同士の家にこれまで通り住んでもらい、いざという時は移ってもらう予定だ。入居後もお隣同士だと知った両親も元義両親もとても喜んでくれていた。ミチアは最近難しい症例の手術に成功、一躍時の人となった。連日テレビ取材の依頼が来るが、ミチアにとってはテレビよりも患者だ。そのため取材は仕事の邪魔になると言ってほとんど断っている。そんなミチアだからこそ私は好きになったんだなと今更ながら惚れ直してしまった。ちなみに私たちは最近養子をもらった。実はミチアは小さい頃の事故で子供が作れない。私はそのことを承知で結婚した。しかしミチアは極度の子供好きだ。小児科の患者を可愛がっている姿を見て子供がいればなと何度思ったかわからない。だからこそミチアと何度も話し合い養子を取ることにしたのだ。養子に来てくれた子は現在6歳の男の子、名前はレオと名付けた。生まれてすぐに施設に入ったという子だ。私はその子と目が合った瞬間、絶対にこの子だと感じた。ミチアも同じだったようで、すぐにお試しで一緒に暮らし、この間正式に我が家の子になった。まだ遠慮はあるものの、レオがいることで我が家はさらに明るく賑やかだ。それだけでなく、レオはとても利発でミチアが教えたことをどんどん吸収している。将来の夢はお医者さんだと引き取る前から言ってくれているため、ミチアはすっかりその気で勉強につきっきりだ。お母さん。何？初めて呼ばれた嬉しさをかみしめながら私は返事をした。今日はレオと一緒にホットケーキを作る約束をしている。ホットケーキはミチアの大好物だ。少しずつそうやって家族になっていこう。私は材料を台所に並べながらそう思った。よし、レオ、一丁やりますか。うん。元気な返事とともに調理開始だ。私はこれからの生活にワクワクしながら卵を割り始めたのだった。